いにしえの時代、主神オーディンは兄弟たちと力を合わせ、原初の巨人を倒し、世界を創造した。大樹ユグドラシルのもと、深海、地上界、冥界、そこに暮らす神々や人間、それらすべての命が生まれた。そして幾星霜を経たある時、平穏は破られた。神童フェンリルが世界に牙を剥いたのだ。神々の居城へ攻め寄せた神童の軍勢を主神は迎え撃つ。世界全土を巻き込む深海戦争の始まりだった。戦いは長きにわたり、海は荒れ、大地は裂け、多くの命が消え果て、世界は崩壊していった。それでもなお決着はつかないまま、その日は訪れた。幾多の激突の末、神童の牙が主神の喉笛を裂き、主神の槍が神童の眉間を貫く。両者は瀕死の傷を負い、深海戦争は終わりを告げた。しかし崩壊は止まらず、ついには終末を告げる角笛、ギャラルホルンが吹き鳴らされた。巫女の予言書を紐解いた主神は知っていた。すでに世界は終末、ラグナロクの渦中にあることを。それは予言されていた終焉。すべては黄昏、虚無へと進んでいく。主神オーディンは滅びの予言に抗うべく、残された力を持って新たな神族を創造した。キリーよ、聞こえているか。私はオーディン、この世界を滑る神であり、お前の創造主だ。声が聞こえているのならば、奥へと進むがよい。すぐ目覚めの時を迎える。その前に私自ら最後の手ほどきをしてやろう。その女は終止符を打つ。
救済だ。恐れることはない。カメの先の愚か者たちも。よし、安らかに散るが、神に逆らう愚か者たちめ。バルキリーには死者の魂を刺激する力がある。特別に私が感知した魂の情報を共有してやろう。その運命に終止符を打つ。お前の存在だよ、証明せよ。立ちはだかる者は皆切り捨てる。勇猛果敢な働きです。今が浄化の時だ。その運命に終止符を打つ。世界の救済を進めねば。拝見いたします。面白い仕掛けですね。責務は果たした。一切の容赦は不要。立ちはだかる者は皆切り捨てる。使命を全うせ。力不足は手数で補いましょう。お前には果たさねばならない。
大型のアンデッド。いや、あれはナグルトル。不浄なる魂の獣よ、オーディン様の命により貴様を浄化する。規制をせよ。あるべき場所へ帰るがいい。これは俺の名はイーゴ。なぜナグルファルとなっていた。